この思い、ここで終わらせる気はねえ。出るぞ、戦わず。ダメ押ししてやれ。サイヤ、この世に平和を作る。おめえら、たった一人相手に何やってる。こうなったら、わしの出番よ。家康様と戦わせ様だ。これぞ徳川の必勝計。ほんと、戦わせ。ああ、戦国最強。冗談は今日限りだ。どうやらもう一度覚悟を決める時が来たか。逃げる以外に何ができる。おじゃ、卑怯じゃないもん、間違えてないもん。ここはわしも奥の手を。風魔まずは鎧を脱げ。話はそれからじゃ。おめえさんだったらたくさんの田を耕せそうだべ。近くで見たらさらに活気。最強は俺様だっての。戦国最強か。傍らいたし。あなたからは何ももらえそうにありません。と差し違えないと無理よね。ん、貴殿は正義のようだな。強い。なればそれがし、全力で行くぞ。戦国最強の名、あっぱれにござります。お主との勝負、首を長くして待っておった。燃えよ、我が槍、我が魂、命の限り震えよ。卑怯と言われようと構いやしねえさ。ありとあらゆる手を使わせてもらうよ。冷たいこと、私の命を懸けねば。そなたの強さ、弱さと紙一重。あんた好きな人はで聞くだけ無駄が。あんただったら立派な海の荒くれになるぜ。貴様、人ではないな。もう決めた。豊臣のために役立ってもらう。考えていることは分からぬが、使えるな。戦うぞ。おいは心待ちにしておったぞ。えっ、でっけえ。徳川家康、参る。死ぬ気で来ないとあっという間に終わるぜ。てめえが本当の覚悟をするのはまだこれからずっと先のようだな。武智よ、大きゅうなったの。昔のようにマロがお馬さんをしてやるかの。吉本様、わしの成長を見せてやる。徳川の家臣は量より質なのじゃ。質も負けておるかの。坊主と仲良くしとったら、そのうちご利益がある気がするわい。オラにはでっかい夢があるだ。おめえさんにもでっかい夢がありそうだな。わたしにも戦わず殿に命令させてください。おめえちっこいな、タヌキみてえ。情を持って制すなんてかわいい。迷惑持ったが、竹千代。やれやれ、子供のおもりは疲れるものだ。あなた、なんだか子供みたい。かわいい。ん、貴殿とは仲良くなれそうだ。竹千代、少しは強くなったのか。殿のお知り合いとて手心は加えますよ。お主とは前から一度対してみたかった。三河の総大将貴殿とお手合わせできるとは、この雪村光栄の至り。さてさて、あんた自身はどうかな。なぜ子供が戦場にいるのだ。家宝物よ、良き家臣に恵まれましたね。どう、あれからいい嫁さん見つかった。忘れちゃいねえぜ、あんたと共にどこまでもかけたあの日々を。あの時の約束通り、わしは全てをかける。貴様など本田がおらねばただの人ぞ。君のことは嫌いじゃないよ。でもそれとこれとは話が別だ。情を持って天下を取るなど甘すぎる。天下取りなど、おいを倒してから言いしゃい。お前、乱丸よりも大人なんだろ。一人じゃ何もできないなんて情けねえな。